桜の開花はまだだけど、あいにくの空模様でも、袴やスーツ姿の若者たちは晴れやかな笑顔です。今日は名古屋大学の卒業式。そのサークルとかバイトとか両立しながら勉強もそこそこ頑張れたかなとは。修論やばいねとか言いながらもう苦労しながら書き上げられた。今年門出を迎えたのは学部生と大学院生ら合わせておよそ4100人。豊田講堂で行われた式典で代表の学生が学域を受け取りました。人間らしく失敗を繰り返しながら勇気ある知識人として活躍することを大いに期待していきます。キャンパスライフの大半をコロナに翻弄されながらもくじけずめげず学業に励んだ学生たち、努力の末につかんだ春からの進路を教えてもらいました。去年司法試験を合格して、これから司法修習に行くんですけど、頑張って勉強していきたいと思います。メディア系勉強していく上で楽しいなって思ったりだとか、あとこう社会において意味のある仕事だなっていうふうに思ったので、言語処理系のことをやってるんですけど、海外の学会とか目指せればなっていう。就職に進学、挑戦、卒業後の新たな道はそれぞれです。我が子の晴れ姿を一目見ようとその家族も来ていました。あっという間にこう卒業になりました。本当はこんなに大きくなって、お両親の期待に添えるように頑張らせていただきます。医学部卒業しました。袴姿を見たいと思ったので大阪から来ました。お医者さんになるんで、人のため、世のために役立つ人になってほしいなと思ってます。昔からの夢だった医師になれたのは父のおかげなので、すごく感謝してますし、これからもその期待に報いれるように頑張りたいと思ってます。大学生活で心も立派に成長しました。こちらはひときわ目を引く金髪とラフな服の二人組。春なんで明るく行こうと思って楽しかったです。人並みの大学生活ですけど楽しく遊べて本当に良かったなっていうのはありますね。何されたんですか？僕は天体研究会ってあって星を見に行ったりとかっていうのをしてて、僕は作曲で発表したのは20曲ぐらい。二人とも博士課程へと進み、生物学の研究で切磋琢磨していくそうです。電子顕微鏡っていうのを作ってるんですけれども、3年間のうちにその、トップジャーナルって言われるネイチャーやサイエンスに論文を何本か出せればなというふうに思ってます。それぞれが迎える新生活の春、皆さんご卒業おめでとうございます。